吉野菅子吉野菅子大正4年2月4日は、江戸時代幕末期から明治期の女性。福井藩屋女中、家人。福井藩主、松平重明の子息、公爵、松平康志宗の母。明治期には、漢学塾、相原道の文校として、裁縫学校を開設し、女子教育に尽力した。天保八年江戸日本橋生まれ。父は、呪学者。 吉野の金漁、母は綱、幼名はミサ、すげ。幼い頃から父に学び、和歌は間宮八十四に指示し、後に福井城下で立花の明美に学んだ。嘉永五年六月に福井藩屋上中として出資し、三の間、五福の間勤めの後、松平義長や伊佐姫から厚い信任を得て、安政六年二月誘出。 源氏元年6月若年より、さらに慶応2年6月には、福井藩を多くの筆頭、年寄りとなった。出資当初の名は、熊、その後、孟瀬、祖手、若年寄格となった、源氏元年6月から、八十世を称した。政界に復帰した春学が、政治総裁職として手掛けた、参勤交代制の緩和によって、文久3年3月、頑固は、 性質の勇サ姫に従って、福井城下に到着した。立花の明美が、漢子と漢子を中心とする福井藩奥女中らに宛てた、書簡は40通近くに及び、その著作が奥向きで広く読まれ、歌の指導や贈答など、交流の様子が浮かび上がる。慶応3年2月6日、東3の丸屋方で、福井藩主、松平重明との間に、信次郎を出産した。後に、 松平家を継ぐ松、平行僧である。明治4年2月には、暇を下されて、松平家を離れ、間もなく井野吉兵衛と結婚し、信を産むがほどなく離婚。その後、聖家に戻り、明治9年11月には、父と弟余業が営む、漢学塾、愛原道の文校として、日本橋本国町に裁縫学校を開設し、33年間に、 わたって、女子教育に当たった。晩年、娘の部の突入先、小出伊勢寺方に居住したため、小出蘇我子と称されることもある。生没年月日及び、出生地は、明治大正人物辞典にによる、大奥女中文言帳、松平文庫、福井県文書館保管。なお、福井藩では、藩邸の奥向きを幕府と同様に、大奥と呼んでいた。年寄りはに、 三人で勤めた多くの筆頭奥女中で、多くの事務会計を取り仕切る広志式用人や藩主、党の側向きと踊り、過労と擁談し、奥女中たちを取り仕切った。鈴木淳、道著、船、沢茂木皇帝、福井藩市時九1977年、P37、小池文書20、国文学研究資料館、企画展、吉野金良と、 幕末日本の儒学 P45、内田義美、立花の明美と福井藩奥女中との交流による、越前与布重明様御代慶応三年、松平文庫、福井県文書館保管、お御座所大奥男子御誕生、お母、小出氏信次郎この訓老部とある。小出文書22は、今般誤解制に不営、おひまひか工事とある。小出文書2 2によれば、 松平義永室の雪彩り傾向と父金陵の学反書者の額が掲げてられていたという企画展吉野金陵と幕末日本の儒学 P6.4 5この裁縫学校相原同文校関係資料が残存している本国には佐々木よ美、み本国常盤の古事があるなおこの本国は本文のみで後書きは含まれないありがとうございます